どうも坂本です。年齢を重ねるごとに出てくる悩みの一つに尿漏れがあります。特に女性の方に多くて、出産後から尿漏れが始まったっていう人は結構多いんじゃないんでしょうか。そしてこの尿漏れなんですけれども、尿漏れといっても対別すると4つのパターンに分けることができるんですね。まず最初にこの4つのパターンっていうのを説明していきます。で、一つ目なんですけれども、これは切迫性尿失禁と呼ばれる状態です。どんな症状かというと、さっきまで何でもなかったのに突然強い尿意が現れて我慢できなくなってしまって、そのまま尿が漏れてしまう、こういった状態のことを言います。そしてこれなんですけれども、特徴としては尿の溜まり具合とか関係なく突然起こります。普通尿意っていうのは、おしっこをしてその後時間が経って尿が溜まって、そこで脳から尿が溜まってるから排尿してくださいよということでおしっこしたいっていう感覚になるんですけれども、この症状の場合はそういったことが関係なく、もうランダムにどこでも起こります。この症状の人っていうのは日常生活の中でも常にトイレのことを考えながら生活するようなスタイルになる人が多いです。これの原因っていろいろあるんですけれども、一番は先ほども言ったように脳からの指令で排尿したいっていう感覚になるんですけれども、そこの神経伝達ですね、それが何かしらの原因でうまくコントロールできていない人に起こります。まあ、例えばトイレ行けないと思ったら突然トイレに行きたくなるようなのをすごい強いバージョンと思ってもらえればいいと思います。で、二つ目が逸流性尿失禁と呼ばれる状態です。これはどんな症状かっていうと、今度は尿が出したいのに出ない、それなのに自分の意思とは関係なく溜まってしまった尿が勝手に漏れてしまう、こういった状態の人のことを指します。ただこの状態っていうのはいきなり突然なるのではなくて、その前に必ず排尿障害っていうのが出てくるようになります。つまりおしっこが出しにくくなってくるような状態ですね。そのような状態を得ておしっこ出しにくいが出ないになって、そのうち勝手に溜まった尿が自分の意思とは関係なく漏れ出るようになってしまう、このような状態っていうのは前立腺肥大とか直腸がんとか子宮がんとかですね、こういったのに併発して起こりやすいです。で、3つ目なんですけれども、これは機能性失禁と呼ばれる症状です。これはどういう状態かっていうと、排尿する部分の体の機能っていうのは正常なんですね。至って尿漏れしない人と全く一緒の状態なんですよ。ただその他の機能がおかしくなっちゃってるんですね、まあ、だから認知症であったりとかですね、あとは体のどこか他のところが悪くて寝たきりになってしまっているとかですね、まあ簡単に言うと、トイレに行きたくても他の原因で行けないとか、認知症とかになってトイレに行きたいっていうことをもう自分で自覚できないような人っていうことですね。これはちょっと尿漏れに分類はされていますけれども、厳密には他の症状が引き金になって尿漏れが起こっているので、ちょっと今回の話とは関係がないかもしれないですけど、まあこういった状態もあるっていうことを覚えておいてください。そして4つ目、一番これが多いんですけれども、腹圧性尿失禁と呼ばれる状態です。これは重いものを持つとか、ジャンプするとか、走るとかですね、咳、くしゃみなどなど、特にお腹に力が入った時にそのまま尿漏れしてしまうっていう人です。多分ほとんどの人の尿失禁、尿漏れといえばこれを思い浮かべると思います。で、この尿漏れっていうのは圧倒的に女性に多くて、その理由っていうのが出産と尿道の長さの違いなんですね。まず男性に比べて女性っていうのは尿道が短いんですね。なので尿漏れっていうのがその分やっぱしやすくなってしまうっていうのがあります。プラス出産なんですね。この腹腔性尿失禁っていうのの一番の原因が骨盤底筋が弱ってしまうことなんですけれども、出産によって骨盤底筋っていうのはどうしても傷ついてしまうんですね。で、傷ついて弱ったまま回復せずに、そこに年齢を重ねてさらに弱っていく、これのせいで女性に尿漏れっていうのがすごく多くなってしまうんですね。で、もちろん男性にも尿漏れっていて、例えば重い荷物を持つ作業を長年やり続けている人とか、喘息がある人とかですね、それとか肺排便する時にすごく息んでしまう人とかですね、そういった人っていうのは日常生活の中で常に骨盤底筋にグッと力を入れて負担をかけてしまうことが多いので、傷ついてそのまま弱っていくっていうことがあるんですね。で、弱っていって年を重ねていくと、そのまま尿漏れに発展していくというわけです。さらにこの骨盤底筋なんですけれども、お腹の筋肉、特に腹横筋っていう筋肉が弱ってしまうことによって、腹圧が下がってしまうと内臓っていうのが下に落ちてくるんですね。つまり内臓下垂っていう状態なんですけれども、この内臓が下がってしまうことによっても尿漏れっていうのを引き起
起こしてしまうんですね。なんで内臓が下がることと尿漏れが関係あるのかっていうところなんですが、骨盤底筋っていうのは骨盤の間にかかっているこうハンモック状の筋肉ってよく言われるんですけれども、ハンモック実際想像してみてください。誰も乗ってなかったら普通にストレスかかってないんですけど、そこにずっと常に24時間人が寝っぱなしだったらどうなると思いますか？ハンモックがどんどん下に下がっていってビローンって伸びていってしまいますよね。そのうちつまり骨盤底筋に内臓が常に24時間乗っかりっぱなしになると、骨盤底筋もビローンと伸びてしまって、そのうち弱っていってしまうんですね。で、骨盤底筋が弱ると先ほど言ったように尿漏れの原因になっていきます。なので腹圧をちゃんと強くして内臓の位置っていうのをもう一度正常なところに戻してあげる必要があるんですね。で、これで尿漏れのパターン4つをお伝えしたんですけれども、最初お伝えした先の3つですね、これは数が少ない上に原因が骨盤底筋じゃない場合が多いんですね。とはいえ最初言った通り数が少ないので、ほとんどの人っていうのは一番最後に話した腹腔性尿失禁なんですね。なので骨盤底筋をしっかり鍛えて老化をちゃんと防いであげれば、ほとんどの人の尿漏れって改善していきます。で、今から実際に腹圧を強くする方法と骨盤底筋の鍛え方をやっていきましょう。で、最初にやってほしいトレーニングなんですけれども、まず骨盤底筋の前にこの腹圧っていうのをしっかり鍛えて内臓の位置っていうのを上に上げるトレーニングから始めましょう。腹横筋をしっかり鍛えていくっていうことですね。はい、まずこのように四つん這いの体勢を作ってもらって、お腹の力をダラーンと抜いてください。それができたら、そこからですね、息をゆっくり吸いながらお腹を思いっきり膨らましていきましょう。膨らませるところまで膨らませてください。で、このお腹を膨らませるときにちょっと腰がこう反り気味になります。ゆっくり息を吸って膨らませるところまで膨らませられたら、次はですね、息を今度ゆっくり吐きながら背中を丸めていきます。で、背中を丸めていく過程で目線ですね、目線をおへその方をこうゆっくり向くように、このように体をぐっと曲げていきます。で、息を吐いてください。で、吐けるところまで吐いて1回です。また最初の体勢に戻ってください。で、それができたらもう一回同じ動作を繰り返す。これをやる時の注意点なんですけれども、できるだけこのお腹周りですね、ここを意識してください。他のところには必要最低限体を支えるだけの力しか入れないようにして、お腹を膨らましてへこませる、この意識をしっかり持ってください。で、これを10回やってください。次は骨盤底筋を鍛えていきますね。まず肩幅にですね、こういう風に足を開いてこのまま寝転がってもらうんですけれども、骨盤底筋ですね、ここの中心、ここをしっかり意識するようにしてください。まずこういう風に肩幅に足を開いて膝を立ててください。ではこういう風にハの字にしておいてもらって、おしっこを止める、で、お尻の穴をギュッと締める、その意識を持ちながらお尻を上げてきてください。この時に腹筋とか他のところに力はできるだけ入れないように、まあ、多少は入ってしまうんですけれども、あくまで一番意識するのはおしっこを止める、で、お尻の穴をギュッと締めるですね。そこに意識を持っていってください。だいたいですね、まっすぐに体がなったら3秒キープしましょう。キープしたらゆっくり下ろす。これを最低5回、できれば10回やってください。この次のトレーニングなんですけれども、こういうハンドタオルでも何でもいいです。タオル用意してもらって、まずこういう風に丸めてください。で、丸めてもらったらですね、ちょうどこの股間のど真ん中ですね、ど真ん中にこういう風にセットしてほしいんですよ。椅子の上に置いて、その上に座ってもらって、ちょうど股の真ん中ですね、そこにこの棒を縦にして座ってください。これでちょうど骨盤底筋の真下にタオルが乗るんですね。で、これで何をしてほしいのかっていうと、あくまでイメージなんですけども、この上にこう座ってもらって、お尻の穴をギュッと締める、で、おしっこを止めるような感じで、ここをギュッと骨盤底筋でこのタオルを挟んで、そのままイメージとしてはぐーっと挟んで、このタオルを上に持ち上げる、引き上げるイメージですね。締めてぐーっと上に持ち上げるイメージ。実際にはこれで締めて挟んで持ち上げることなんてできないんですけれども、イメージです。そのトレーニングをやりましょう。こうやって挟んで真ん中に。ちょうどですね、挟めると、このポコッと出た座骨っていう骨があるんですけど、この真ん中ぐらいにタオルが収まります。で、こうやって座ってもらって、まずここの骨盤底筋ですね、意識を持っていって、これもさっきと同じで、できるだけ他の筋肉の力っていうのはこういう風にダラーンと抜いてください。あくまで骨盤底筋だけを使う意識を持ってください。で、これでおしっこを止める、で、お尻の穴をギュッと締める、これでタオルを挟む、で、そのままぐっと上に引き上げる、掴んだタオルをぐっと上に引き上げる、こういう感じで上に上げるようなイメージで力をここに入れていきましょう。で、ぐっと上に引き上げていくイメージで限界だなって思うところで5秒キープしてください。キープしたら力を抜く。
これを10回やってください。これをしっかり意識してもらうことで尿漏れっていうのは改善していくんですが、この骨盤底筋っていうのは最初なかなか自分で意識することが難しいので、すぐに効果が出ない人もいます。ですがやり続けることで必ず体は変わっていくので、老化して衰えてるからもう仕方ないと諦めずに頑張ってください。ではこの動画を参考にして、これからの健康な体づくりに役立てていってください。また次回の動画でお会いしましょう。